日はおうちでビキントレパート2、ふくらはぎに続いて今回お腹編をご紹介していきたいと思います。動画を流しながら一緒にできるように作ったので、筋トレと筋トレの間にインターバルといって休憩も含まれてます。この休憩っていうのが結構筋トレって大事で、そのインターバルをすることによって次の筋トレの効果を上げてくれるんですよ。なのでその休憩タイムも早送りせずに一緒に力を抜いて休んで次の筋トレに続いてみてください。それでは一緒に筋トレ楽しんでいきましょう。まずは休日にお父さんが横向きになってテレビを見ているような図になります。そして上側の手を胸の前に置き体を支えます。上側のお腹の横に力を入れながら15回横腹筋を行います。3、4、5、手に力をかけすぎずにお腹に力を入れるのがポイントです。でももちろん少しばかり手の力も使うので二の腕にも同時に効果のある腹筋になります。あと少し、一旦力を抜いて休憩してください。それでは今と同じ動きの2セット目に入ります。さて横腹筋15回、1、2、3、4、5、6、ぺたんこのお腹、引き締まったウエストをイメージしながら残りあと少し頑張っていきましょう。3、2、1、休憩します。それでは反対側のお腹も鍛え上げていきます。同じように横に寝転がったら、せーの、1、2、3、4、しっかりとお腹に力を込めるのがポイントです。手の力に頼りすぎずしっかりとお腹に力を込めます。4、3、2、1、はい、一旦休憩です。それではもう一セット頑張っていきましょう。セット、せーの、1、2、3、4、足はまっすぐ床に平行に下ろして行っていきます。9、10、あと5回、5、4、3、2、1、はい、お疲れ様でした。続いてのちょっとハードなプランクに向けて少し休憩します。続いて痩せやすい体を作る体幹トレーニングに入ります。両腕を床についたら体を一直線にし、1分間このままキープしていきます。初めのうちは1分間キープできない方もいらっしゃるかもしれませんが、徐々に秒数を伸ばしていけば大丈夫です。背中をまっすぐにし、つま先、手、そして肘で体を支えていきます。お尻にキュッと力を込めて、首は上げすぎず顎を少し引くのがポイントです。このトレーニングはぽっこりお腹に効果的な腰回りの筋肉を鍛えることができます。ボディラインが美しくなり姿勢も良くなるので、痩せやすく太りにくい体を作れるようになるトレーニングです。あと少し、あと少し頑張っていきましょう。だんだんと汗がじんわりと出てきたかと思います。さあラスト10秒頑張っていきましょう。
まっすぐ体を掲げて、あと3秒。はい、お疲れ様でした。頑張った自分にいたわる言葉をかけてあげましょう。でも、あと少し続きます。先ほどのプランクと同じ姿勢を取りまして、まず1回練習。この姿勢のまま左右の床に横腹をくっつけていきます。このウエストツイスト腹筋16回行います。1、2、3、4、5、6。めげそうになったら自分の理想のボディラインを頭の中で描きながら続けます。あと少し。6、5、4、3、2、1。はい、お疲れ様でした。一旦休憩していきましょう。このインターバルが次の筋トレの効果をさらに上げていきます。ふーっとしっかり呼吸も行っていきましょう。さあ、最後の力を振り絞ってラスト16回いきます。1、2、3、4、5、6。しっかりと床の少し遠くにお腹を置くイメージで行っていきます。あと少し。明日の綺麗は自分が今作ると思って、2、1、終了です。お疲れ様でした。筋トレ以外にストレッチやセルフマッサージの動画もたくさん用意しているので、ぜひその他の動画概要欄もご覧ください。この動画が参考になったよって方は高評価ボタンとぜひチャンネル登録お願いします。また次回の動画でもお会いしましょう。石井亜美でした。